スティーブン・アンドリュー・カルディウロは、アメリカ合衆国フロリダ州、ブロワード軍ハリウッド出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、独立リーグアトランティックリーグのハイポイントロッカーズ、所属。2010年の MLB ドラフト24巡目で、アリゾナダイヤモンドバックスから指名され、プロ入り。契約後、参加のパイオニアリーグのルーキー級、ミズーラ・オスプレイで、プロデビュー。 20試合に出場して打率、172、5打点を記録した。2011年もルーキー級水浦でプレーし、61試合に出場して打率、288、10本打三38打点、3盗塁を記録した。2012年3月2日に自由契約となった。2012年は独立リーグである、フロンティアリーグのロンドンリッパーズと契約した。 この年は、フローレンス・フリーダムへ、途中移籍し、2球団合計で87試合に出場して打率、263、3本塁打、35打点、15盗塁を記録した。2013年からは同じく独立リーグである、カナディアン・アメリカンリーグのロックランド・ボールダーズへ、移籍した。この年は100試合に出場して打率、267、6本塁打、 56打点、19盗塁を記録した。2014年は61試合に出場して打率。298、6本塁打、51打点、8盗塁を記録した。2015年は93試合に出場して打率。331、9本塁打、76打点、23盗塁を記録した。2016年1月6日に、 コロラドロッキーズとマイナー契約を結んだ。シーズンでは開幕を参加のトリプル A 級アルバカーキアイソトープスで迎えた。8月26日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。同日のワシントンナショナルズ戦にて2番一塁手で先発出場してメジャーデビュー。8月31日のロサンゼルスドジャースとのダブルヘッダー第1試合では ケーシー・フィーインからメジャー初本塁打第2試合ではバドノリスから満塁本塁打を放った。なお、この日は自身の29回目の誕生日だった。この年メジャーでは27試合に出場して打率214に本塁打6打点を記録した。オフの12月2日にノンテンダー FA となったが9日にマイナー契約で再契約した。 二千十七年四月二日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。五月十八日に自由契約となるも十二日にマイナー契約で再契約した。この年メジャーでは十五試合に出場して打率百四十三三打点を記録した。マイナーでは A-9 ボイシホークス、AAQ ハートフォードヤードゴーツ、トリプル a 級アルバカーキでプレイし、 3球団合計で57試合に出場して打率。219、5本塁打、27打点、2投塁を記録した。オフの11月6日に FA となったが、マイナー契約で再契約した。2018年は、トリプル A 級アルバカーキでプレーし、73試合に出場して打率。286,3本塁打、30打点、3投塁を記録した。 オフの11月6日に FA となった。2019年は独立リーグであるアトランティックリーグのハイポイントロッカーズでプレーし、138試合に出場して打率、266、22本塁が70打点、20盗塁を記録した。2020年1月30日にメキシカンリーグのドセラレドスオールズと契約したが、 新型コロナウイルスの感染拡大によりリーグが開催されなかったためプレーする機会がないままチームを退団した。2021年6月15日にハイポイントロッカーズと再契約した。ありがとうございます。